今日もイスラエルミサコのチャンネルにお越しくださってありがとうございます。ペサハ過ぎ越し祭りの第1日目はイスラエル北部カルメル山が始まるあたりにあるジフロンヤーコブという町に行った時の動画です。どうぞ最後までお楽しみください。まずは地図で場所を確認していきましょう。ジフロンヤーコブはハイファから南へ30キロ、少し高台のところにあります。この日はジフロンヤーコブと近くのカイサリアに訪れたのですが、はじめにジフロンヤーコブを訪れました。うちから渋滞がなければ1時間ぐらいで行けます。ちょうどこんな感じでカルメル山の南山麓が始まるあたりに位置しています。ジフロンヤーコブの町はワインで有名です。ハ・メヤスディーム通りがメインのストリートです。この町は高台にあるので地中海が見えます。このゲートの近くにエゲットバスの大きなパーキングがあるので、そこに無料で停められます。ジフロンヤーコブはルーマニアからやってきたユダヤ人たちによって作られました。ジフロンヤーコブという名前はヤーコブの思い出という意味です。この町はルーマニアから来たユダヤ人たちによって作られました。フランス系のロスチャイルド家のエドモンド・ベンジャミン・ロスチャイルドによって支援されて作られました。この方はカルメルワイナリーを創設した人です。このカルメルワイナリーはイスラエルの近代最初のワイナリーということです。悪名高いロスチャイルド家ですが、少しロスチャイルド家についてお話しします。ロスチャイルドの創設者はマイヤー・ロスチャイルド。18世紀中頃1744年に生まれた人です。フランクフルトのゲットーで生まれ、古銭商人としてスタートして、後に銀行家として成功しました。もともとラビになるために勉強していたのですが、若くして両親が死去してしまったので働かなければならなかったのだそうです。彼には5人の息子たちがいました。長男はフランクフルト、次男はウィーン、三男はロンドン、四男はナポリ、五男はフランスに分かれていきました。この五男の人がロスチャイルドのフランス部門、ジェームス・マイヤー・ロスチャイルドです。ロスチャイルド家の五男ジェームスもフランスで強力な銀行家になります。1868年大きなワイナリーシャトー・ラフィットを買収します。その時にシャトー・ラフィット・ロートシルドに改名します。私はあまりお酒を飲まないのでワインもよくわからないのですが、メドック格付け第1級とあるので素晴らしいワインなのでしょう。いくらくらいするのかなと思って価格をチェックしてみたら、1本8万円くらいから13万くらいのワインが多いようです。ヴィンテージものはなんと1本45万円だそうです。そんなフランスのロスチャイルド家のエドモンドがロスチャイルドのフランス支店の創始者であり、父ヤーコブの名前を町の名前にしたのです。それでジフロン・ヤーコブ、ヤーコブの思い出という名前になったのでした。ロスチャイルドがいなかったらイスラエルの建国は実現しなかったことでしょう。特にこのエドモンド・ロスチャイルドは多額の資金を援助したのでした。今度カルメルワイナリーのワインを飲むときには歴史なども考えて味わって飲みたいと思います。興味のある方はハ・メヤスディーム通りから歩いて行ける距離にワイナリーとカルチャーセンターがあるので、ぜひ行ってみてください。私も次回機会があれば訪れてみようと思います。メインストリートから少し裏に回ってみると見晴らしのいいところに出ます。
緑の低い丘を見ることができます。ここから真東に22キロぐらい行くと、ヨハネの黙示録に出てくるハルマゲドン、メギドの丘があります。ヘブライ語で丘のことをハルと言います。なのでメギドの丘はハルメギド、それがハルマゲドンとなりました。ここで最終戦争が起こる場所ということになっていますが、メギドにも私は何回か行っていますが、とてものどかでいい場所です。また行って動画にしたいと思っています。ジフロンヤコブの町にはカルメルワイナリーの他にティシュビワイナリー、スマダールワイナリーなどいくつかありますので、ワイン好きの人はぜひ訪れてみてください。イスラエルの他の地域でもたくさんのワイナリーがあります。ジフロンヤーコブのメインストリート、ハ・メアスディーム通りはカフェ、レストラン、アートギャラリーなどがたくさん集まって、アーティストビレッジのようになっています。あまり大きくはないのですが、のんびりゆっくりできる場所です。今はギャラリーなども半分ぐらい閉まっていて残念なのですが、雰囲気が伝わったら嬉しいです。このメインストリートの真ん中あたりに急に遺跡のような佇まいの建物の一角があります。ベンジャミンプールと呼ばれていて、1891年にエドモント・ロスチャイルドに作られたということです。ベンジャミンというのはエドモントのミドルネームの一つなのです。この水場ができる前はみんな樽を持って少し離れた泉まで水を汲みに行っていたのでした。メインストリートから小道に入ったらラビドのショップがありました。以前お友達からいただいたハンドクリームがとても良かったのでお店を見てみました。ちょうど 20% オフセールもやっていたので、ソープ2つとカレンデュラクリーム、アーモンドオイルを買いました。ラビドは2003年に創設された新しいブランドですが、イスラエル国内ではたくさん見かけます。とても良質な自然派のブランドだと思います。私は普段は日本でも有名なガミラシークレットのおばあちゃんの石鹸とアーモンドオイルを使っています。イスラエルでは他にもおすすめしたい自然派ブランドがあるので動画で紹介していこうと思います。この後ここから車で20分くらいで行ける2000年前にヘロデ王が作ったカイサリアに行きました。次の動画も楽しみにしていてください。今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。